けるやろって思ったんですけど、上の世界行ったらフィジカルなんで、正直言ったらあれはその中途半端な人ほどなんか技に行ったりしてしまう可能性あるんで、はい、体の線細いやつドリブラードム達也です。まあ、細いだけじゃあかんねんけどね、フィジカルないと結局語れへんねんけど、上行ったら。しゅんくん、滋賀やんな、出身。滋賀です。サッカー部やんな。はい。強かった高校は安高でしょ。やんな、安高校のな、大昔あのバズった動画、サッカー部の PV 覚えてる？もう誰もが知ってるでしょ。誰もが知ってるの。あの主役来てくれてるから。はい、元安高校で、元バサジを置いたデグソン工業か。はい。元 F リーガー、ミキくんです。お願いします。そんなミキくんと無謀にも1対1ちょっとバトっていこうかなと思います。お願いします。よろしくお願いします。軽いって軽いって。一番シンプルですね。なんか軽っ。なんかきついですね。行こう。 うわー、もったいない。いいか。あ、もうスピード取れてる。よっしゃ、オッケー。いや、いいディフェンスです。よかった。よかった。何してんねん。いや、もうなんか勝てる気がする。 OK、 取る。めっボロ勝ちっすよ。イエーイ。いや、今のやられましたけどね。やられた？どれが一番やられた？今のですかね。今のもっと寄せればよかった。出てきて止まるとやっぱかかる。かかりますね。あと幅も横ずらされたらきついですね。ああ、ここでこうなってるよね。ほんましんどい。
あ、まあちょっと行き上がってきた程度やもんな。まあ、疲れましたけど。昔練習しすぎて体力つけました。安子とかやっぱフィジカル的にもきつい。いや。なんかセクシーフットボール、セクシーフットボールって言われてるやつ。素走りは全くしないんですよ。うんうんうん。けど、その代わりドリブル練習がめっちゃあるんで。いや、そうね。それでめっちゃ体力つきました。どうなんですか。12種目のドリブルあるんですよ、うん、それを高速で12往復するんですよ、グラウンドで。そっからまた次フェイントなしの高速ドリブルを10往復ぐらいするんですよ、うん、ここ毎日3年間なんで。それしんどいな。体力もつくし技術もつくし、ね、それ一番大事。しんどくない時にうまい結構意外と多いよね。そうそうそう、アマチュアでもしんどい時に上手いとかやっぱり。だからなんかみんな結構しんどいからタッチとかミスるじゃないですか。ああ、なんかあんま多くないですね。いや、しんどくなっても高校でちょっと身についたんで。ああ、それは。今ブルースクールやってるよな。はい、俺もやってる。あ、そうなんですか、ね。うん、俺の考えとしてなんかフェイントの練習、フェイントこうしましょうって教えて意味ないやって俺は思ってる、ね、いや、全く意味ないです。そうやんな、意味ないというか、なんかそれはなんていうの、個人でさ、なんかあいつのフェイントいかついなって言ってなんか興味持って練習するのは、はい、した方がいいと思うんだけど、上のレベルにはいけないですね、フェイントだけしてても。駆け引きの瞬間を逃さんための技術とかさ、駆け引きでどこ目指すんみたいな。なんかシザース3回して抜くのもありですけど、一番いいのは普通に何もせずに抜くことじゃないですか。緩急で立てやんな。そうやんな、どっちでもいいです、抜き方としては。そうやねん、そうや、ここにラインあって、縦に抜くのエラシコでもいいし、そうそうそう、シザースでもいいし、止まって出てきたところシンプル縦でも、はい、そこは何をしてもいいけど、そこの駆け引きが上手くなる。で、駆け引きのバリエーションがフェイント。そうそうそう、引き出しがフェイントやんか。そうそうそう、だからそもそも足速かったりフィジカルがあるからフェイントしなくても抜けるんで。そうそうそう、別にムバッペに何も教える必要ないもんね。そうそうそう、だから別にフェイントをして教えてできるようになったからといって、そう、その選手が上手いとは限らないんで。それ、その通りです。それやったらフリースタイラーなんて世界一サッカー選手、サッカー上手いわけだから。やっぱスピード、ゲームの中でドリブルで抜かないと意味ないんで、そこは結構重要ですね。すごく勘違いしてる人結構多い。そう、多くない、こうもっとなんかコーチの技を教えてあげてくださいって思う。親も結構そういう親やろ。そこじゃないじゃないですか。そう、カメハメハがあると思ってはんねんな、そのサッカーに。そうやねん。そうそう、それやったら俺はフリースタイルまで行った方が面白いと思う。俺フリースタイル好きやし、はい、ストリートサッカーも好きやねん。サッカーって生きないかもしれんけど、ジャンルとして面白いと俺は思うんですか、はい、あれをサッカーとしてやると生徒がかわいそうっすなあ。生徒、あと親も正直かわいそうっすね。上でやってる人からしたらあんなん絶対教えるべきじゃないと思う。あれはその中途半端な人ほどなんか技に行ったりしてしまう可能性あるので、ね、やっぱり上のレベルを知ったり体験してる人しか。でも俺上のレベル知らんからな、言うて。いや、けど分かってるじゃないですか。うん、なんか多分 F リーガーと一緒におったからな。ドリブルの話はめっちゃもうまさしくその通りやった。多分まあミッキー君が言うたら多分俺なんかよりその信憑性っていうか高いんだけど。いや、それは F なんかその感じで F とかで行った時にめっちゃ感じました。最初ってデウソンやった。最初デウソンです。デウソンの時にも結構デウソン入る前までも結構通用してたんで、うん、いけるやろって思ったんですけど、上の世界行ったらフィジカルなんで、そこにフィジカルとスピードなんで、すごい自分がフェイントをしてしたらチームの速さも落ちてしまうんで、むしろトラップした時にはもうすでに前に行ってドリブルできない状況なんで、うん、当時なんかデュオソンなんかめっちゃ強いですよ。めちゃくちゃ強いです。光栄さんいるやろ。稲田さんも。いや、水野くんいなかったです。松宮光代さんとか、あと、ほぼ、愛さんはいました。いや、いた。ほとんど代表でした。すずさん。いました。うわ。僕、メンバーの僕とあともう一人以外、全員代表とか。めっちゃ強い時やな、デュオソンが。メンバー入っても出てないですよ。あ、そうなんや。はい、ずっとベンチで、ベンチ裏でこうアップしてたり。はいはい、今何か
会社のスクールと、とあと株式会社松宮さんが立ち上げたペイフォワードって株式会社で働いてます。何してんのだソックス、このソックスなんですけど、とあとデスポルチっていうシューズも、はいはいはい、販売してます。へえ、まさしくセカンドキャリア。そうです、成功しようと思って今頑張ってます。もうちょっと時間大丈夫です、はい、俺がプロの選手にまた抜きで勝って、はい、1ビルっていう企画があるから、はい、よかったそれも出て絶対負けます。ありがとうございました。ありがとうございます。ミキ君ね、あの YouTube はさすがにやってないんですけど、 SNS、Twitter やってるよね。 Twitter もフォローもあるし、 Twitter もやってるし、あのミキ君の会社、ペイフォワードの会社とか、あとサッカースクール、クリアドールのサイトとか概要欄貼ってますので、よかったらあのそちらもね、まあスクールなんかは同じ地域でやってるからバチバチの競合関係にあるんですけど、まあ、そこは関係なくお互い応援し合ってできたらと思うので、ぜひそちらもチェックしてみてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。